でよっしゃ、やりましょうか。これあれ、さくらが左にいるんだよね。うん。うわー、よくなった。よっしゃ。10月の部活からかな。うん。行くか。バツの、そういえば移動イベントは、まあやらない。あ、いやでもあれアイテムもらえるからな。あの取りこぼし、こんぐらい知力高ければいけんじゃねえかな。体力が上がってほしかったな。防御もう一個上げたいけど力が落ちそうなんで。これ結構上がるからな。あ、でも2回やんないと上がんないんだよな。勉強してます。してるしてる。数値が、日向がそっか抜けてる感じか。こんな感じね。もうとりあえず誕生日はずっともう1月24日に、違う23日でいいよな。そう、日付がねずれるとねイベントと被っちゃう可能性あるんで、それは良くない。これロベルトなんだ。ああ、そうか、ロベルトちょっと上げたから。このなんか、あの、なんだろう、波打ち際みたいなゆったりした感じの BGM 結構好き。避けるのに成功プラス3。これなんかありそうだよな、あの避け方によって。ああ、失敗で体力ダウン、成功は別になんもないのか。確かし、普通の人だったら左間だったわよ。地球上に存在しない言葉。お前だったらね、みたいな。ロベよ。ロベイケメンらしいですからね。前作でそう目を見るイベントあるんだよね。ただあれは別に絵があるわけじゃないんでね。そういうことね。お、2連合賞か。たまにあるよね。たまにですか、まあ2は。前作はね、3月以外ほぼほぼなかったかな。3月はなんか、あったけど。だいたい月1ぐらいだったよね、イベントは。京子先生か。ケリー入れたかん、名前な。全然よ、全然。あらー。これなんか防御力上がんだよね、確か。よっしゃ。まあ多分次下がんだけどね。確かやっと日向の移動イベントが来るんだよな。ずっとなかったからね。10月20日、体育館か。行きません。あれ待って、バツのあれって何月だっけ？11月？
あ、12月のあれか、移動で教室か。オッケーオッケー、わかりましたんで。あ、じゃんけんやるんだっけ、あっち見てほいか。トゥトゥトゥ、誘導がうまいんだろうな。左、待って、チョキ、そっか、チョキだったらアイコか。あ、左かわいい、超かわいい、これ泣かないで。山盛りのお菓子仲間に入れてくれよ。また一緒にケーキ食いに行こうぜ。山盛りのお菓子、あ、やれやがったか。あ、試験かな。ですよねこれがね、あの問題はちょっとずつ覚えてきたぞ。なんてだってね、20年ぶりですかね面白いよね。でも、結構あのね、前作のね、あの2学期期末から見れば相当面白いぞこれ。あれはね、投げ外しとね、総裁がマジで害悪だったんだ。うっす。問題、問題、三単、正解、平泳ぎ、問題、8、正解、問題、5、正解、千個投げてみろって話だよな。そう、クロスカッターなんだってね、知らんかった俺これ。5、正解、問題、かかと、かか、正解、問題、正解、そう、ジムに食らうんだよね、問題、クブンズラッシュ、難しいよな。出席確認、正解、焦点切開って名前がすごいよな。4、正解、 K、 一発クリア。あざす。これ結構いい感じでしたねわーい。これ試験全部通っても、あの相撲部の知力の下がり方が半端なくて無理だったっていうね、悲しいですね。相撲部だってだからきついのかな。相撲部であの知識ばっか上げてけば、あ、結構いい感じになるのかな知識って何のためにあるんだろうって、あのなんかね、技覚えたりとかさ、そういうのじゃないから、なんだろうって言ってたんですけどね。こういうイベントに関わってくるんだな。お、京介じゃないか。あ、今回はできるんじゃない。前回はあの、そう、知識がなくてお粥がうまくなかったっていう。今回は女の子だからな。これ知識こんだけありゃいけるだろう。よかった前回は渋い顔してたからお、料理スキル、よかったよかった。
おーみたいな、まあ、嫌悪感を嫌悪感がね顔ににじみ出てたかんな。おーってすまんかったの兄ちゃんって感じだったな。よし、攻撃は下がっちゃうかな。いつもの防御を伸ばしたいな、ちょっと。うん、あれ？ああ、これ、そっか。攻撃下がんだな。まあ、まあいいや。うん。こんな感じね。五輪祭か。わかりましたんで。低くなっちゃうよね、文化部だと。しょうがないんや、これは。うん。誰だろう。結構でもまあ候補は多いな。うん、緑以上が結構いるんで、緑で突発イベント来たらね、だって結構すぐ肌色いくよね。あー、秀夫先生か。ドキワクダンス面白かったですかね。いい先生。11月の移動はまあないか。11月なんでアイテムもらえるとこ行こうか。11月確かあった気がする。体育館でボーマンか。うん、体育館で、募金箱か。あとはなんかあるかな、突発イベントとか。ハヤト先生、あ、ハヤト先生があるのか。まあいいか、とりあえずじゃあボーマンとこ行きますか。うん、バレー？なっちゃんあれ、なっちゃんがいる。え、間違えた。待って待って、移動11月、体育館、ボーマン。お？ 11月17日だよな。あれ？これ、どっかで間違っ、11月。あ、夏ボーマン。有効度が高いキャラのイベントが、あー、はい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 。ナッツなんだ。ボーマンじゃないんだ。まあ別にいいか。ナッツの方が高いんだ。これはダメでしょ。これちょっとダメでしょ。待って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 。いや違うんだよ。違うんです。しょうまが。教室あきらひでお。あ、それ先月か。移動で、そうか、ボーマンダメなんだ。他になんか移動でアイテムもらえるやつないのかな。やっぱボーマンだけか。不安の螺旋を力で抑えつけ
あの歌いいよな。ジャスガク2ばっかやってたから2番は歌えんすよ。1番歌えないんだよね。あのごく稀なケースを俺2から、そう2から入ったんだよな。俺がプレステ買った時にあのちょうど新作で出たのが2だったんだよね。ドゥドゥルドゥドゥドゥ、ロベルトかハヤト先生いるかな。ちょっとせっかくならあげる。こん中だと誰がいいのかな。あ、秀夫先生屋上にいるのか。あ、ロベルト物質棟にいる。ロベルトか。ハヤト先生が教室にいる。ハヤト先生行くか。じゃあ11月は誰もいないみたいなんで、ウェイ。デーンデーデーデレレン。缶コーヒー、かっこいい。秋になるととも人恋しくなっちまう。3、4人これいいんじゃないの。これ男でも同じ顔するのかな。今の時代に欲しい先生だよな。いろいろと無理だろうけど、これ熱い先生は。でもうん、厨房とかさ、そんぐらいのさ、あのひねくれてる時期だとね、いろいろ伝わんないでしょうけど、でもなんか大人になったらあの先生いい先生だったな。うん、今こうさふと考えるとさ、まあ、中学のさ、うちの担任はさ結構暑くてさ、暑苦しいっつうか、まあ鬱陶しがられてたわけよ。合唱祭とかね、いろいろすんげえ暑かった。暑い先生だったんで、本当に今考えてでもめっちゃいい先生だったなって。そう、めっちゃ怒られたし、そう俺もね、あーこれはちょっと言うとあれだな。時効だけど、まあ俺がやってたわけじゃないんですけど、あの スープハーをしてた友達がいて、その近くにいた時にすっげえ怒られた。お前も友達ならちゃんと注意してやれって言われて、確かしって思ったことがありましたね。いや厨房はね、結構吸ってるやついるかんな。でかい雷蔵先生がな、移動、あでも移動イベントだとちょいちょいいるのか。あのね、割とね恋しい恋しいですね。雷蔵先生結構好きなんで。お、まあ、ホムーランやりますか。俺サービスエース超好きになっちゃって、そればっかやってたから。こっちはね難しいんだよな、早いやつ見てから打てないんだよね。だからサービスエースやってたんですけど、位置変わらないんで、あれは。うっす、楽しそう。似合うな、バツガチマキ。どうせなら赤つけてほしいけど、うん、男子が白で女子が赤って感じなのかな。うん、これはこうだな。ひなたちゃん、
速い球はね、いやマジでもうちょっとやってみるか。仲良し。一番仲いい学校どこなんだろうな。みんな仲いいよな。でも行ってみやれ。ダメだ。行ってみやれ。え、飛ばねえ。全然飛ばねえ。行ってみやれ。行ってみやれ。あ、やべえ。なんで当たってんのに。これがね、無理なんだ。え、これはもしかして。力が低いから。これは無理だな、マジで。全然前に飛ばない。女の子だったらでもこんなもんなのかもな。行ってみやれ。ダメっすね。これは無理だ。攻撃力が低いからか。でも可能性あるわ。だってこんなんなんねえもん、普通にやってたら。知らなかったな。こんなんなるんだ。さすがにだね、今のは。ロベルトはまあ。ててまあこれっすよ、やっぱこれ楽しいんだもん、これ。あ、左目が若干見えてるね。かっこいいな、ロベルト。用意スタート。行くわよ。3か。マイナー600かで。これは、はい。行くわよ。よっ。うい。行くわよ。ここはとりあえず。あ、行き過ぎたな。お。おほ、とりあえずこれでいった。オッケーオッケー。とりあえずこれでいった。これはここか。あ、ひなたがいければいいのか、下の。どうっす。おおおお、ドンピシャ。しょうまの方。配置全然違うね、こうやって見ると。今日めっちゃ調子いいな。すげえ食ったね。どうしよう。じゃあ。かわいい。7000増えた、自己ベスト。これプレステの時のね、データだとね、いくつかかなり高かったんだよな。3万2000とかかな、でも。うっす。この欄の上目遣い好き。上目遣いというか、上目遣いではないか。
いいね。おお、先生まで。あら、上がった。まあ下がるんですけどね。いやでもホームラン競争全然前に飛ばんかったな。言っても5、60ぐらい、そんなもんなんだな。まだ赤くならんか。まあ赤くなれば突発兄さんが出ると思うんだよね。っていうかまあそういう風になってんだろ。ういもうすべん。あ、ね、じゃあね、じゃあこれでしょ。つけ焼きは知識、知力上がるな。そっか、クリスマス会か。12月ですからね。ああと期末か。京子先生そこが待ってる。あれね、中段がマジ無理。下段はまあボッシャガでいいんだけど、基本ボッシャガでいいんだよ。中段だけ立てっつう話なんだけど。お、あ、これか。俺がミスりまくったやつ。え、なんで？チャリンコね。はい。バツが西の時は中央。で、中央の時東、東。あれ、これ、ハメだもんだって。いや、余裕っすよ。中央。西。言ってくれたかな。全然わかんなかったこれ。はぁ、何言ってんだこいつマジで。一話ちゃんと聞けっつう話ね。観光士わーい。洗剤がエレ上がるね。ゲージ9本までいっちゃうんじゃねえこの感じだと。これどうなんだろう。今回はランと京子先生とそれなりに仲良くなってっからギリチョコ2個もらえそう。本命チョコね2個って俺もらったことないな。そういうてかまあ難しい、できなくもないんだろうけど、頑張って2個だろうな多分。2人以上だって無理じゃない。うん、うっす。中間試験とか成績と京子先生のパラメータ増えんのかな。有効度低いでしょうな。低い低い普通そうなるよね。波動幻影、あ、ファイルドライバーある。ダブルスクリューファイル、ファイナルアトミックバスター、すごい技持ってんな。ガン、親指でけー。なんかいいよね、なんかサムライスピリッツっぽい。頑張るぞ、診察してあげるわよー。
始め。はい。4これと、いや今のは卑怯だよ。ごめんなさい、やってみっか。ちょっとっ軸がね移動するんでね。ダメじゃん。声聞いてからじゃ絶対無理でしょ、あれ。ここはね、やっぱね、カンニングなんですよね。え、無理でしょ、だってあんなもん無理だろ。早すぎる。すげえ頑張ればいけんのかもしんないけど、ファジーで、うん。下段の方が早いからね、うん。いや、むずいよ。お願いします。診察してあげるわ。よーい、始め。近づきすぎと、はい、あの、ほ？始め。鏡が落としておりましたけど、立てるか。いや、きつい。始め。これ下段なんだよ。ジャックが下段になる。来る？来ない。こんな無理よ。うえー、絶対当たってた今。そこの下段があるんですよ、ね、は？いや、これ多分あれ逆になってるよね。距離取ったつもりだったんだけど、ダメか。てか一発で成功すりゃいいんだよ。うん、で、あと即死すりゃいいだけさ。最初から止めてやんないとな。ああ、2回ミスってからじゃねえんだよな。うん。キッチー。ああ、ポケジャスやりたいな。ポケジャスできんだよね、確か。あの PS3 で頑張るぞ。診察してあげるわ。わざわざ買わなくてもできると。よーい、始め。はい。見えるかい、そんなもん。始め。一緒やってくんの。お、危なかった今。はぁ、キッチマジで。一発目無理。一発目無理。いや、立とうとはしたんだけど、無理でしたね。はい、これ3つ成功すると、え、3回、え、あんまり微妙じゃない？これ3回とも成功しないとダメなやつ。ちょっと待って、試験ってどうなん？
実技試験で、もしかして3回成功しないとなんかいい成績出ない感じす。うん、合格 S。 ああ関係ねえんだそれ。そうだ、その後あれ桜のイベントで上がるからだ。かわいい、世界一かわいい。勝てるかな、これやり直すのすげえめんどくさいからね。あざ通常技とか見とくべきだったな。パイルドライバーはちょっと見たいな。多分 L2 で出る。あ、俺ね、これ確かね、初めて見たロード画面。買った時に。流れ先輩が大量にいるやつか、どっちかだ。多分こっちだったかな。流れ先生は、先輩は確か、2個目だった気がする。意外と体力自体はあるな。波動拳は一発しか打てないか。そう、俺も真空打てる。合わせたつもり。オッケー、でかい。ほら、ファイナルアトミックバスター。あれだね、さくらのブルマーはサイドに白い線が2本入ってるからポイント高いです。何の話しとんじゃん。今はもう AV とかエロ漫画じゃないと見れなくなってしまった。ロストテクノロジー。ブルマーでも配信になるよな。まあエッチだよね普通に。憧れね、ハミパンするのがいいっていうね、いるんですよね、そういうマニアックな層が。わからんでもないけど。ん？ 12 月ですか。ちょうど今やってんのが12月4日ですね。寒いね。うん、日落ちんのも早いし。あ、ぶつかってこいか。いや、それ前作か。あー、そうだ、これか。これ勝てねえだろ今回。体力なのかなこれは。うん、一応上がった。これ頑張れば勝てんのかな。突発、ハヤトの突発。河原まで競争する。ドゥドゥ。いや、ないな特に。12月は日向は、あ、ある、保健室にいるんだ。じゃあ行きましょうか。あららら、ビッコ引いてんの。京子先生、生徒のことを本当に。剣道部と柔道部とバスケ部の足を見せてごらん。こっちが当たりみたいですね。どうなるんだろうね、足見ると。
かわいい。ひなたちゃん、クリスマス。まだならんか。クリスマスイベで赤くなるかな、多分だけど。大体この辺だよね、きっと。6か。15でしょ、全部で。卒業までに8までは行きたいけどね。攻撃力、防御力。半分、せめて。うん。ああ、いいっすね。ティファニー、キャワワヤが。いいやつ。チャイナ感ありますね。キラちゃん、ガン超嬉しそう。めっちゃでかい肉なんだろうけど、マジでケンタッキーにしか見えない。ケンタッキー食いてえな。それは寒くなるとなんか食いたくなる。うん、大悟そうだよね、言ってたもんね、前作も、あの学祭の時。アキラこれかわいすぎひんか。いいですね、ミネラルウォーター。なっちゃん、京子先生。京子先生、これ自分のことおばさんって言うからな。厨房ぐらいの時、初めてやった時はあんまり何も思わなかったけど、皮肉だよね、完全に。十分若い。髪を下ろしてるな。かなりいいね。なんかあれですね、似合うなこの人は。ジャンパー。リスみてえだな。楽しそう。さすがのヒョウもロイが用意したパーティーにはあれだな。うん、いい人。ですよね。かわいい。まあ足から火出してっからな。こういうパーティー一回は行ってみたいですね。いや縁がねえな俺には。これでしょ。よいよい。
ん、味した。あ、こんばんは、どうも。この後めちゃくちゃ。この後って見ると、もう、細胞が反応する。あ、来た来た。やったぜ。ハヤト先生も上がった。うっす。原作だとそういえば元旦に部活やってたな。来るでしょう。あらキャワワヤが。これでも前作ってあれだよね、これだけあったよね。そういえば他のところはないんだけど、そう、振り袖とかありましたよね。晴れ着、晴れ着と振り袖ってなんか違うの？あの手のところなんかバサバサしてんの振り袖だと思ってんだけど俺。晴れ着、振り袖、着物、浴衣、大体なんか同じもんだと思ってんだけど。具体的で現実的。かわいい。いいんだよ、そんぐらいわがままの方が。甘酒いいっすね。いや、この時期こそ甘酒だよな。ふうふうしながら飲んでいいな。攻撃1個あげるか。うん、8は無理かな。7は行きたいけど。根性とかが10かな。うん、おめでとうございます。あ、防御上がった、珍しい。これしかないっしょ。うおー、とりあえずよし。あれ、これで 6?7 だよね。 OKOK。 体力もうちょっとでメーターのてっぺんには行くから、うん、2月に確か特別講習みたいな。88にしたいっすね。まあ文化部とね、体育、なんだろう、体育系体育会部、左と右でね、分かりやすくなってっかね。うん、翔馬、夏、ロベルトはね、ちょっと合わせようと思うんで、どうしよっかな。京介どうしよっかな。科学部、科学部、そっか、新しいもんな。やるか、科学部。ほらー。
あ、俺女の子じゃん。女の子だからチョコあげる側だ今回。これか。すげえ音だな。これは。普通に褒めろや。もちろん正直に言うのは優しさだとは思うけどね。体力下がって体力下がって根性が上がって、何クソって感じか。食ってやるぞみたいな。あ、ひなたいるんだ。行こうか。物質塔ね。あ、しまった。12月のバツのイベント回収するの忘れてた。完全に忘れてた。京介ん時にできればやろうじゃ。まあ別に移動だから他のキャラで。あ、バツと仲良くないといけないのか。まあいいか。お、お前またやってんのか。この間注意されたばっかりだろ。なん。柔道。今回一応やってみっか。悟空。わかりましたんで。微妙にさっき下がった分が上がった。あ、誰かの誕生日。誰かの誕生日ですね。ひなたちゃん。あ、お揃いのシューズ。やった、これ飛び道具が増えるぜ。空中でも3回出すんだよな。どう履いてるんだろうな。あ、でも打つ機会あんまなさそうだけどね。あ、クソ上がった。これ8本いくんじゃねえかな。バレンタイン、バレンタインですよ。2月2日。トゥ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 。Thank you.
あ、2月ってことは特別訓練が。もちろんもちろん。最後防御かな。うっす、勝ちにしたいっすね。ドーン。そっか、女の子からもらえねえわ俺。せやったわ。だって俺女の子だもん。あ、ひなたはもうコンプしたのか。ひなコン。よし。渡すわよ。これね、好みのチョコあるんですよね、確か。お、山吹のおばあちゃん、あれなんだ、指輪してるんだ。初めて知った。細かいね。ひなたはね、ミルクチョコが好き。ナッツチョコ、ミルクチョコ、ブラック、ビターチョコだっけ？なんかその辺だよね、確か。甘いミルク、ビター、ナッツ。昔はね、あれ歯に詰まってね、うまいんすけどね、あのハート型のやつ。すごいよな、同性に、異性にあげないで、同性にのみ一つっていうのがちょっとかっこよすぎる。終わった。結構あっさり終わった。あっさり終わったな。友チョコぐらいのあれに思われてしまったのだろうか。本命だよ。お、あ、これラスか。ぶらり一人旅。チャリーン。もっと強くなれますように。これでしょ。えって聞かれるやつ。ててん。おい、下手くそ。ああ、ガタ。だからそれやめとけって。前転はしてたよな。でも燃えろで。おい、やだぞ、委員長が挑発伝説してきたら。余裕っす。内容がないよ。お、続いた。でしょうね。
今言おうとしたな。ロマンキャンセルした。今日向の顔真っ赤やろな。ロマンキャンセルされましたね。2月16。お、日向いるよ。グランド、あ、あれか、さくらちゃんと、なんか組手かなんかやってんだよね。だからね、もっとさくら出してほしかった。移動イベントで。絡ませてほしかったな。あ、しょうがないっちゃしょうがないんだろうけど。ジャス学のさくらは可愛いかな。さくらの歴史の中で最強だと思うんだけどな。グランド。なんか戦ってたはず、確か。かわいい。立ち絵がちょっとかわいすぎる、これ。ストフォーのね、ベリシャも結構好きなんですよ。もうちょっと短い感じの。あれもかなり好きなんだけど。だから、でも、03のさくらとか、マーブルもいたか。うん、マブスト。女子3人。ここになっちゃんが加わればね、我ら四天王みたいになるな。通信教材。むしろあれだからな、剣マスターズ流の一つ、むしろ戦う立場だからな、さくらは。ああ、そうだね。え、スリープラトン。それはまた別のお話。オッケー。ツープラトンでしょうね。春国さつけ。サンドバッグが欲しかったんか。おお。あ、防御上がった。防御上げたいですね、もう一段階。トゥ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 。え、何？あ、期末試験。あれ？期末？あ、違う、あれだ、部活だ。美術部のやつ。あれでもね、相撲部の最後のやつちょっと感動したんだよな。1年間打ち込んでガンに勝つやつ。1年経ちましたな。小杖先輩、あの学生の時の制服すごい新鮮だったよな。20人、幽霊部員。てるてる坊主みたいになってる。まあ、ある話ですよね、よく。俺も幽霊部員だったしな。ゲーセン行ってたもんだって、学校帰り。人体デッサン。生徒、水着。え、誰？誰誰？男、京介。ロイか京介、多分京介なんじゃないか。1週間食べ放題、罰だな。罰と京介じゃない。ボランティア、いや、ボーマン？ボランティアはボーマン？ですよね。赤くなってる。ボーマンの彫刻作りたい。グラサンまでしてくるあたり、さすがだね。神の御心のままに。でしょうね。
バツとも、いや、ボーマンでしょ。近くに座る、遠くに座る、近くに。可愛いんだけど。嫉妬してる。こんな顔するんだ。いい体してるけど。これ引いた方が全体的なバランスがどうこうって、やっぱそうなんだ。なるほど、こうなるのか。こっちと戻ってみよっか。まあ、やっぱ引きがいいんだろうね。なんとなく決めた後にあって思ったんだよな。特別美術絶賛。待つ、近くに座る、すべての能力小。ああ、ボーマン。あ、ボーマンの遠くが、すべての能力値アップ大ってなってる。へぇー。これなかなか見れないイベントだから、バツの方も見ちゃおっか。ていうか、全部見る。全部見て、最後にボーマンの、じゃあ、遠くにしてみよっか。これはね、1年間続けたやつじゃないと見れないイベントなんで、いわば集大成。でっでー、罰も恥ずかしそう。美術部だもん。デルガド。おさわり現金。このね、カフコンさんのね、一番評価するところは乳首の書き込み。素晴らしい。今はね、てか乳首、マリオですら乳首出せないからね、今ね。食券に付け加えて、さらにたこ焼き。たこ焼きこの間、あ、たこ焼きじゃないな、久しぶりにね、お好み焼き作ったんですよね。すげえうまかった。なるほど。褒められた。あ、小杉先輩も楽しそう。あ、パラメータの上がり方見ればよかったか。全体的にでもショーアップみたいですね。だからなんか試験の時みたいなぐらいの感じなのかな。個人的には進級試験の後もね、上がってほしかったんですけどね、前作ね。学期末でね、上がるから、進級試験上がんないっていうね。
遠くに。あーそっか、見えないのか、人が多いから。罰が悪い。ガク死んだ。あそっか、だろうな。部費で、そう、経費で落ちるのかな、そういう。潜在と知力以外は。よし、じゃあ最後、ボーマンのね、離れるが正解ら、正解っていうかなんか、一番いい、最適解みたいな感じらしい。腹減ったな。遠くに座る。うん。ギリシャ彫刻。掘りたいよね、ウォーマン。そんな感じだよね。ハンバ君、嬉しいね、そう言ってくれた。おお、上がったね。最後さくらなのいいね。結構もらったね。7個か。トゥルトゥ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 。どうもです。確かし、ラスか。攻撃上がりそうだな。じゃあ、これがラスか。おお、9になったな。防御は上がんないかな。よかったっす。いい先輩。これで最後か。いや違う、最後じゃないな。ハヤト先生、前作はここで技を教えてくんないかな。あ、よかった、全部普通になった。普通、根性ゲージ7本。根性ありすぎだろこいつ。7本なんだが。ヘブンズクロス、ファイアアタック、乱れ桜か。乱れ桜、空港に持ってくより乱れ桜で締めた方がいいかな。
みだらな技は少ない。エッチ、これ好きだな。この絵かなり好きだな。頑張るぞ。自分が眩しいぜ。うっす。よーい、始め。はい。うん、空間だとどうなんだろうな。始め。ちょっと待って、これか。あれ、ファイヤーなのか。始め。ちょっと待って、ジャンケー当たんないんだけど。ジャンキョーケーが、あーでもやっぱ地上であれかな、ジャンキョーケーから入って地上乱れ桜が最大かな。結構あれか、このジャンケー遅いやつだ。うん、ジャイアントライゾウ。お願いします。自分が眩しいぜ。なるほど、波動であれか、消費出ちゃうパターンか。始め。はい。全然当たんないな。始め。ダダダダダダン、これが良さげかな。ちょっと低いか。そこまで。今度はこっちの番よ。41% な。これもうちょっと気合でいくのかな。これ以上は多分でもいかないよな。まあ、攻撃力低いっていうのもあるんだけどな。ありがとうございます。最後、進級試験がさくら。あ、そうだ、これあった。ホワイトで日向ちゃんにあげたからな。こうやって見ると結構いい感じっすね。ティンティン、今日そういえば猫見てねえな。さて、まいた種の収穫。ひなた、はあ、あらー、そうか、海岸デートがない代わりにここでか。うん、お泊りコースじゃないですかこれ。来たー、さくらちゃん、すごいや。
うん、桜これまあ頼まれたのかな先生に、うん、あここで7本か9本はいかなかったな残念ながら。ヘブンズクロスも超飛だよなよく考えたら。そっか必殺も超飛になるパターン。いや多分乱れ桜の方が減るんだよな。桜に乱れ桜あの右上超好き。うん、頑張るぞ。ファイナルラウンドファイト。マジか。もうフラワーキック幸せ蹴り。ほらあ、え無敵時間は当たんね。くそマジか。ほらかっこいい。竜が如くの壊し屋のガードの時のレジストガードの時の構えだったな。結婚しそう。8本になったかなこれまあ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 よかった。波にはなったからほって感じですね。よし、エンディングだ。1年ですよ。神社か。あ、これは。ああ。カンストやぞ。おい、来よ。変に意識しちゃいそう。笑いポイントか今のは。あー懐かしい。そうだこれだ。神エンディングこれはいいものです。これね、雷蔵をね、あの移動イベントでね見れるんですよね。あのだから片びらはねめちゃくちゃレアな一枚超レア。よかった。
たよ。ひなた可愛かったな。あ、ライザちゃんそういえば2出たんだっけ。ていうか俺スチーム版で前作持ってんのやってねえ。ライザちゃん配信あるか。喋る太もも、いい歌、こすげえいい歌流れてるのに最悪なこと言った気がする。いい歌だよな、マジで。あ、ゼルダの嘘の後半上げるの忘れてた。どうしようかな。なんかあのジャスティス学園のなんだろうな、熱血青春日記あれですね、やるとなんか泣きそうになるんだよな。いいね。お疲れ様っす。これさ、院長ルートも欲しかったよね。成績最悪で院長に春休み中ちょっとスパルタを受けるみたいな。ガッツ100倍クロスファイアーキックかガッツ100倍なんだけど、ガッツ100倍は男に覚えさせたいんでクロスファイアーキックで。あのね、男のねガッツ100倍めちゃくちゃ気持ち悪いから。あとラブ&ピースと究極の愛の波動。めちゃくちゃ気持ち悪いんだよな。だからあえて渋い高木渡る。うん、であれで回復すんのが面白いんだよな。するなよって。回復するんかいって。これ8本になってたりしない。うん、バッドエンドと桜エンドも見たいかな。あ、8本になってる。いいね。技は変わらんかな。正発見。あ、戻った。ダブルゲインへ。パイルドライバー欲しかったな。あれは持ってるキャラいないからね。よかったわ。いや、よかったよ。クリアしました。テテテンテンテテテテテテテ。これエンディング買わないといけないんだったな。そういえばおばあちゃん召喚、これ裏技でおばあちゃん。ひなたの、そっか、対策とかあったな。強子の私服めっちゃ高いのあったよな。ポケジャス、日向日記、これ間に確かストーリーのバットとトゥルーエンドが入ったような気がする。これまたあれやんないといけないの。高えやつ、ヒョウのエンディング。あー、俺ヒョウでクリアしたもんな。クラブ紹介、夏の日の思い出クソ高え。
夏の日の思い出クソタケ。これ10万8000円。なんでこれだけ8000円なの。4000円。クリスマス、あーっていう感じらしいっす。夏の日の思い出。これでも俺昔のデータでちゃんと全部買ってあるかんな。クソやったかんなこのゲーム。リナタのエンディング、いやてかマジで、あエディットキャラか、これ誰入んのこことか、流れとかはどこいんだろう。五輪のとこにいんのかな。あいないんだ、ランと流れ。俺ってかクリアしなかったっけ。まあいいや、日向日記を見ましょう。じゃあかわいい日向ちゃんを、あのぐずり顔を見れるのかな。あーこれなー、ちゃんと水着2種類あるのに愛を感じるよね。これいいよね、これも良い。すっごい幸せになった。神ゲーですね。イラスト集、ポスター、あなんかロード画面のやつとかも買えんだよな。ドゥドゥ、ちなみにね、バツのお母ちゃんにするとね、さらに、あれっていうかあれが出ないじゃん、まず全然出ねえ。雷蔵、あーそっか、学長はあれか、あれプライベートコレクション。ちょっと待って、これさ山吹のバッチャにすると、あ出ない。これあれだ、嫁が持ってるのか、雷蔵は。そうか、嫁だもんな、持ってるよな、嫁だしな。そうかそうか。というわけでじゃあこんなもんすかね。うん、いや面白かったわ、無事ひなたちゃんと同棲エンドを見れたので。次は京介ですね。京介多分俺ジャス学で一番好きっていうか、まああの最初にっていうかメインキャラっすね、最初に好きになって。うん、火力すごいんだよなあいつだ、なんか、うん、雷神からダブル幻影、まあゲージは使っちゃうんだけど、その代わり威力が半端ないっていう。あこんばんは、ご無沙汰してます、元気っすか。レッドはもう終わったのかな最近。僕には勝てない。カウンオケは用意したか。ちょっとこれからあれ雷神入るよねこれで、あーちょっとかさ当たりだな。浅井くんあんまツイートもする方じゃないからな。あー200いくな、元気そうで何よりっす。 なんかゲーム買ったみたいですね、新しいやつ。どういうやつなんだろう。ダメだな、やば、これがあれか、入りづらいのか。これな、ヒョウだとな、これ繋がんだよな、幻影種の発生早いから。これだよね、ウェーブから
幻影キック入んないんだよな確かに。これね燃えろだとね繋がるんですよね。98ここ当たんねえななかなか。さあ5違うんだでかいな5違うの。あ鮮やか投げないのかまだ。なんかクワーってなるやつ足で挟むやつブレンバスターしかないのか。2発そうこれ2発当てると30で合体すると低くなるんだよな、ね、あれ合体した方が高いのかな。甘いダメだ。手 15? ああ一緒なのかタイミングが違う感じ。えめくった今すげえ位置で当たんなかった。気のせいかな。あれレバー入れになっちゃった。へえちょっと待ってすげえ位置で当たったような。あーすげえこういうのあんだ。へえまああんまり2だとさほど使うところもないだろうけど。てかできんのかなそういえばあれ。高めで当てるとあーダメか。あスプラトゥーンやってるんだちょっと意外だけど。ちょっと待ってちゃんとセーブしないとこのゲームは怖い。スプラトゥーンやってるんだ周りでもみんなやってないでしょ。だからあれか潜ってやってんのかな。あれかなんだろうあのゲームってなんか子供でもやりやすい FPS みたいな感じで、まあ TPS か視点は、うん、うん、っていうイメージがある。俺も昔 Wii U の一作目はちょっとやってたんで、うん、ただね俺には合わなかったっすね。俺ね、前も言ったかな、協力スプレイするゲームダメなんですよ。自分が足引っ張ってチームが負けたりとか俺あれダメなんだよな。前なんかね K-Type さんが言ってたんだけどあれすごいわかるんだよな。であの人はマリオカートとかすごい上手いじゃん、あの個人のあれだから。そうだから多分 K-Type さん多分あの FPS 系多分やらないと思う。てかやってるとこ見たことないな。そうあれすげえわかるんだよ。まあ身内でさわちゃわちゃやんならいいけどさ、それもやっぱ自分のミスでっていうのが俺はダメなんだよねそんな言うほどみんな気にしてないだろうけど。あこれエボディスクじゃん。あのねさくらの A級をねちょっとやってジャスティス学園を終わりたい。マサルにもあれですよ、あの収益のチャンスが訪れるかもしれないっていう。12月の後半からあの新ランキングシステムになるから。時給100円でもやる価値あると思わない？13段階に分かれてそれに見合った報酬が出るんだって。どうなるか分かんないですけどね俺とか。ただ今まで以上に費用が、俺は1時間500円もらってたけど、その L1、L2 でさやってるみんながもらえるっていうあれだったら間違いなく下がるよね。ごっちゃにしてその L1、L2 だった人たちみんな合わせて、であれで
報酬出しますよって言ったら間違いなく減るよな。でもどうなんだろう、今までの資金を、ああでもな、LYLZ 全員つったら数がやばいよな。でもミリサイの人とかもいるか。それちょっとでも気になるとこっすよね。まああれっすよね、なるとワンチャン増えねえかなって難しいけど、どうしようかな。飯食うか、とりあえず6時か。そしたらどうしようかな、龍が如くやって、でまあ試練っすね、緑やるか。緑今日はね時間あるんで、多分試練一生できるぞ俺。あの100万鉄さんが動画更新してたらどうしようかな。サンマでもやるか。じゃあサンマでもやりながら、そう日暮らしまだ見てねえんだよな。その辺見ながらあのね、作業用にそう、まああれなんだよ、アニメとかさ、あの動画見るときってさ、麻雀がすごいいいんだよね。はい、カンストでございます。簡単だね、あら簡単。これには赤脇さんもにっこり。はい、っていうわけでね、飯食うか。あ、今日トワイライトやれなかったな、そういえば。トワイライトシンドーム、とりあえずじゃあ明日やりますかね。うん。試練ちょっとやりたいんだよね、今ね。あ、てかどうしようかな、ドロドロ2の録画も終わったから、ね、いや、ドナドナな、やりたいな。ドナドナをとりあえず、空の少女の体験版来る前に終わらせないといけないから。ガゼルパンチ、あれ、あ、そうだ、蹴りなんだっけ。100ぐらい減んなかったっけ。やるなぁ足、これやっぱこの足戻すときがいいんだよね。ほんと好きなんだよ俺これ。こっち繋がんないんだっけ。で立ちがしてるぞっていうか、こいつ立ちが、え、春一番乱れ桜ガードする、オールガードがないな。これ下段じゃねえの、下段じゃないのこれ。春一番か、乱れ桜春一番。春一番ってさ、あれはでもあれか、マブストだったからか。乱れ桜はもう乱舞だったよな。春一番といえばやっぱ猪木の、あ、あの方も亡くなっちゃったんだっけ。よし、じゃあとりあえず終わるか、一生やっちゃうこの感じだと。うん、最近ね、ゲームが楽しいっすね。うん。